俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは自分や自分の家の匂いについて正確に認識していると思いますか？人間は身近な匂いには慣れてしまい感じなくなる特性があります。そのため自分や自分の家など普段からよく感じている匂いはわからなくなっているそうですよ。そしてどうやらこれは国という大きな括りでも言えることなんだとか。外国人が海外を訪れると国民にはわからないその国特有の匂いが感じられるんです。私たちには認識できない日本の匂いは一体どのようなものなのでしょうか。今回は仕事で世界中を飛び回っている一人のポーランド人が登場します。彼女が世界各国で感じた様々な匂いとともに日本の匂いについても紹介していくので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。私はポーランド人のスザンナ。女性向けのコスメやフレグランスに関わる仕事をしていて、研究、開発のために海外へ買い付けに行ったりすることも多いの。だからおそらく人よりも多くの国へ行った経験があると思うわ。そして仕事柄おそらく人よりも気になってしまうことがもう一つ。それはズバリ、匂い。フレグランスの開発をしているからどこへ行っても、これは何の香りかな、あれと混ぜたら素敵な匂いになるかも、などと考えてしまうのよね。完全に職業病ってやつ。こんな癖があるので海外へたびたび行くうちにその国特有の匂いがあることに気がついたの。匂いって普段意識してなければなかなか感じないものだけど、慣れない人が来るとすごく気になるもの。だから目に見えないものだけど、その国の印象を決めるのにとても重要な要素だと思っているわ。今日はそんな匂いのプロである私が各国で感じた匂いについてお話ししていこうと思う。まずはじめに私が生まれ育ったポーランドについて話しておくわね。母国であるというひいき目がないかと聞かれれば 100% ないと言い切ることはできないんだけど、ポーランドは比較的いい匂いの国だと思ってるわ。もともとは石炭のススが混ざったようなとてもいいとは言えない匂いだったんだけど、だからこそ近年では特に気遣われている印象。最近はアスファルト特有のコンクリートの匂いを減らし、代わりに天然のエッセンシャルオイルを含ませるなんて工夫も取り入れられているくらい。だから嫌な匂いがしないだけでなく、ほんのりいい香りがすると話題になってるの。これは世界でもなかなか取り入れている国が少ないんじゃないかしら。アスファルトなんて直接顔を近づけるわけじゃないから、そこまで匂いは気にならないと思うかしら。でも実は匂いってこういう些細なものの集まりだったりするのよね。これから作られるアスファルトがどんどんいい匂いになっていけば、国自体の匂いが大きく変わっていくはずよ。続いてはイメージ通りでつい笑ってしまったアメリカ。多分アメリカに行ったことのない人でも想像できると思うのだけど、アメリカはとにかく甘い匂いがする。これは飲食店など甘い食べ物が多いこともそうだと思うんだけど、不思議なことにアメリカに暮らす人々からも同じような匂いがする気がする。これはアメリカ人が好む匂いがフレンチバニラ系の甘いタイプに偏っているということが考えられるけど、一人一人にアンケートを取ったわけじゃないから真実はわからないわね。ただもしかしたら甘いものをよく食べているから体内に糖分が多く体臭になっているというのもあり得るかもしれない。食べているものの影響は私たちが思っている以上に大きいらしいから。ただ甘いだけあって嫌な匂いではないから、アメリカの匂いは私的にありだと思ったわ。それから同じく甘い匂いで思いつくのは東南アジアの国であるシンガポールとマレーシア。ただ甘いとは言ってもアメリカの甘さがジャンキーなのに比べるとだいぶ天然な甘さ。そういう意味ではこれもイメージ通りと言えるかもしれないわね。シンガポールもマレーシアもどちらも南国のフルーツっぽい匂いが強い。甘ったるいというよりは
どこか酸味を感じる甘酸っぱい香りというのが正しい表現だと思うわ。その匂いを嗅ぐだけで海外に来たっていう気持ちになれるから、この匂いも割と好きな方だった。ポーランドでは感じられない匂いだから、フレグランスの参考にもなって良かった記憶がある。この2つの国の違いを挙げるとすれば、シンガポールの方には少し人工的な匂いも混ざっているということ。世界的に有名な高級ホテルやショッピングモールもあり、東南アジア一の都市ともいえるシンガポールの方はどこか医療用アルコールのような匂いが混ざっていて、匂いから国の発展度がわかるというのもすごく面白いと思った。ただ天然なフルーツの匂いと人工物の匂いが混ざるのは相性がいいとは言えないから、そういう意味ではマレーシアの方がいい匂いと言えるかもしれないわね。続いてはあまりいいとは思えなかった匂い。これに関しても2つの国がよく似ていると思ったからまとめて紹介するわね。その2つというのは中国とインドネシア。どちらにも共通しているのはとにかくタバコ臭いということ。私はタバコを吸わないどころか、あの匂い自体が嫌いだから、正直空港に降り立った瞬間から最悪な匂いだわと思ってしまった。空港には喫煙所が用意されている国とない国があると思うんだけど、清潔のために喫煙所を設置しないのが逆にあだとなる可能性もあるから考えものよね。インドネシアに関してはわからなかったけど、中国の方は喫煙所があるのを見かけた。それにもかかわらず空港中にタバコの匂いが充満しているというのは一体どうしてなのかしら。喫煙所の密閉度が足りないのか、喫煙所があるにもかかわらず守っていない人が多いのか。せっかく立派な空港なのだから、もっと匂いにも気を使ってくれればいいのにというのが正直な思いだった。タバコの匂いが強いという点は同じだけど、この2つの空港で違いを感じたのは湿度に関して。インドネシアの方が圧倒的に湿度が高くジメジメしていたので、匂いの不快感はより大きかったように感じる。湿度が高いのは環境問題だから仕方ないけれど、だからこそタバコの匂いは対策してほしいと思ったわね。そして最後に紹介するのが、世界各国を飛び回る私が選んだ一番好きな匂いの国。正直この国を選ぶなんて自分でも意外だったから、驚く人も多いんじゃないかしら。その国というのは日本。日本といえばどんな匂いを想像するかしら。今まで挙げてきたような甘い匂いもタバコ臭いのもちょっと違う感じがするわよね。それは私もイメージがついていたの。でも清潔な国として知られていることもあり、無臭の印象が勝手についていたので、飛行機を降りるまで全く予想ができていなかった。だけど空港に降り立った瞬間、なるほどと思ったわ。日本の匂いはズバリ醤油だった。醤油という調味料は欧米ではそんなにメジャーなものではない。醤油を使う代表的なもので言うと、寿司につけるあの黒いタレがわかりやすいんじゃないかしら。以前寿司を食べた時にとても印象的だったのを覚えていたから、空港でその匂いが漂ってきた瞬間、すぐに醤油だと分かったわ。でももちろん寿司を食べる時みたいな強い匂いがするわけじゃないの。あの匂いを何倍にも薄めて優しくしたような、そんな匂い。実際に嗅いでみるまでは想像もつかなかったのに、嗅いでみれば、ああこれこれ日本の匂いって思えるのだから、不思議なものよね。そしてこれがどうにも癖になる匂いでね、飛行機の中でランチを食べていたのに、匂いにつられてついつい蕎麦屋に入ってしまったわ。蕎麦というのは日本の伝統的な麺を使った料理なんだけど、匂いの通り優しい醤油のような味で、体だけでなく心も温まるの。別にふるさとでもない異国の地で食事をとっただけなのに、不思議と優しい気持ちになる。
日本の醤油の匂いにはそんな不思議な力があると思う。さすがにフレグランスの参考とは少し違うけれど、私は醤油の匂いが大好きになってしまった。そしてこの醤油の匂いをここまで濁りなく感じられるのは、日本の空気がきれいだからに他ならない。さっきの海外の例もあるけれど、たとえ美味しい匂いがしていても、人工的な匂いが混ざっていれば、決して心地いいとは感じられない。だからといって、食べ物そのままの匂いだとしても、強すぎると酔ってしまう。匂いというのは、絶妙なバランスのもとに成り立っているのだと、改めて感じさせられるきっかけにもなった。日本は噂通り清潔感があり、外に出れば空気もとてもきれい。緑が豊かで自然が多いのであれば、それも簡単に実現できるけれど、日本の場合はアジア一番の発展をしていると言っても過言ではないわ。そんな近代的な環境でありながら、醤油の匂いを濁りなく感じさせてくれる空気の綺麗さには、日本人一人一人の努力があるとしか思えなかった。今でも思い出すたびに優しい気持ちになれて、また日本へ行きたいって思える。日本には心を温めてくれるほどの美味しく優しい匂いを作る力と、それを感じさせてくれる空気の綺麗さを実現するモラル。その両方を兼ね備えているということになるわね。いつかポーランドもそんな国になることを夢見て、私はとりあえず匂い作りに専念しようと思うわ。日本といえばお茶の匂いがするのかなと思ってた。醤油の匂いか、どんなものかすごく気になるな。確かにいい匂いを作ることはできても、それを香らせる綺麗な空気がないと意味ないね。そんなことを全然考えられていなかったよ。中国の空港へ行った時、タバコ臭くて本当に驚いた。同じ東アジアである日本も同じかと思って覚悟していたけれど、正反対の空気で驚いた覚えがあるよ。アメリカって甘い匂いなんだ。確かにイメージ通りで面白いね。でもそれを言ったら、日本の匂いが醤油なのも、空気がきれいなのもイメージ通りだったよ。匂い付きのアスファルトがあるの？それはすごく興味ある。アスファルト、特に工事したての匂いが嫌いだったんだけど、全部がそうなら嬉しいな。日本は空港だけでなく、街中や駅のホームでも優しい醤油の匂いがする。そういう時、あたりを見渡せば、だいたい蕎麦屋があるんだよな。思い出したら食べたくなってきた。日本の喫煙所はどんなに近づいても中にさえ入らなければ全然匂いがしないんだ。モラルがあるのはもちろんだけど、技術力も高いと思うよ。私も日本は醤油の匂いがするって思ったことがある。夕食に何を食べようか迷っていたけど、匂いにつられて和食のお店に入っちゃった。期待通り美味しかったよ。日本人はゴミをゴミ箱に捨てず、自宅に持ち帰る文化があるんだ。それなのにみんな臭くないのはどうしてなんだろう。皆さんは外国人から日本は醤油の匂いがすると思われているのをご存知でしたか？一体どこまでが醤油の匂いだと感じられているのかはわかりませんが、駅のホームなどではそれを感じたことのある人も多いかもしれません。時々香ってくる立ち食いそば屋の醤油の匂いは、確かに心を優しく温めてくれる気がします。また、そういったいい匂いをそのままいいと思えるのも、空気がきれいゆえのことなんですね。普段あまり意識していませんでしたが、これからもいい匂いの日本と思えるように意識していけるといいですね。皆さんは日本の醤油の匂いについてや、海外特有の匂いについて何かエピソードはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。
もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。